来年は静江は二十歳になるから嫁にって言葉出た途端に私嫁に行かないって学校に行くんだ5年生からって走ったんです。そして初めて私は親兄弟の前でそういう発言をしたんです。でうちの母ちゃんがもうびっくりして嫁に行かないって学校に行くってちょっぱるもんですから、うん、母ちゃんも泣き出す私も泣き出すして何もできないで嫁さんに行きたくないとか言って勉強したいって言ってああここで泣くもんだから父ちゃんがそこで見かねて女の子だから勉強しちゃいけないっていうことはないんだってその一言がみんな黙っちゃったんですね。で黙っちゃったことがもう了解されたっていうことだったんです。あんちゃんが静江がここの学校に行ければ忙しくなればまた家の手伝いしなきゃいけないから札幌に行けって俺が全校出してやるからっていうことになって二十歳になってから札幌に行くことになって、まあ、そういう親子屋で、まあ、中学をなんとか卒業できてさあできたから今度もっと上に行きたいってなって定時制しかないわけでもう田舎の家族からも申し送りできないよっていう色が取られたんで、札幌でどっかで働きながら定時制行きたかったわけです。そしたらもう学校も使うとこないんですよね。で同級生の親さんともいい人の方で探してくれたんですけどもそれで、まあ、もし売り子ならってことで定山家のところ店の店員でもと思ったんだけど愛の子は使われないって必ず愛の子は使われないって言葉書いてるんですね。それでまあまた姉ちゃんに帰って朝5時から起きて馬の買い場やってまたそれから田んぼ畑っていうことに戻るわけですよ。働くとこになってやってそんな時に上級生ですが私より年下でしたが東京に一緒に行かないって言われたその一声に繋がってですねそれでまだ日赤で入院している父親のところに行って説得してですね父親がどっからかかったか知らないけど2万円のお金作ってくれました。でその2万円を握って23歳の3月に東京行ってそれで去年の11月まで関東で暮らしました。出かける時に父ちゃんが耳元で母親はいつでも帰ってきてもらいたかったんだけど乞食になっても帰ってくるなよって言われたんですね。それで東京に行ったもんですから泣き言言って帰れませんしね、まあ東京にたどり着いてそこでなんとかかんとか仕事を見つけて定時制も行くことができて苦労してね学校行ったりして独学になったりなんかして退学せざるを得なくなったりするわけなんですが、まあ、その苦労話、まあ、失恋したりねモテたり失恋したりした話はまた後でするとしてねで、まあ、やっと結婚すごくモテたんですよ私いつも女の役らで結婚申し込まれやったんだけどまた早稲田大学のそばでいたからね学生卒業した人ばっかりなんですよ。そのわけわかんないでさボロ着てるのもボロとわかんないで北海道ってば牧場のお嬢さんだと思い込むんですよみんな。それで結婚申し込まれるけどまだ3人の弟は姉ちゃんで苦労してるし父ちゃん母ちゃん年いってるしそれだけじゃない、まあ嫁さんに行くったって向こうは大学での親の財産あるところでそんなところに嫁に行きたくないんじゃないですか。樋口ちょっと生意気にね女性誌を読んでたんですよ日本の女性誌。その中に樋口一葉さんっていう人がまあ姉ちゃんでああいうの女が苦労してるようなことばっかり書いてるわけですよ。苦労して出かけていじめられた出戻りになったって
でうちの姉なんか経験してる苦労してることなもんだからね、もうそんないいとこの嫁さんだったら女中に行くようなものと思い込むとバカだから、そうやってまあなんとかかんとか縁があって、それで暮らしてみたら理想的な、あ、革靴は履けるべし、いい下着は着れるべしな、サラリーマンさんと一緒になったから。で一時はね、まあ格好つけてあのいました。で子供も2人も授かっていました。だけどね、なんかね、もう金繰り捨てたのなの、そのいい着物をね。それで何が私をここにいらせるかと思ったんです。で朝5時から起きて日暮れるまで田んぼ畑でいた。よく魚食わせてくれるんですよ、子供の時で、まあ、魚どっさり入れて焼酎一升瓶で入った、寝たっけ、まあ、寝たっけに近いジジババをね、アイナのジジババを呼んで来いって言って、それであのいつもその度髪飲みするんですよね、父親がね、父親と来たおじいちゃんたちと、それで飲んで食って、まあ年中じゃないけども1年のうちに何回かそういうことやるわけですよ。そうするとあのたくさん物作った時は2、3日泊まり込んで食った飲んだってして行ってるうちだもんだった。しかし戦争終わってから何もなかったからだんだんなくなったんだけど、みんなアイヌの、 あの年寄りを大事にするんです、うちの親たちがね。それでその人たちを置き去りにして、父、年いった父親母親を置き去りにして、それで私はアイヌって言わなくても自由に生きれるわけです。アイヌって言わなくても奥さん奥さんで生きれるわけだけど、なんか足りないんですね。それでそうすると今度カムイノミとか、あのよくうちでカムイノミに来たおじいさんおばあさんが、おらだわな、バカにされる人間たちじゃないんだよって、人種って言葉まだ使うね、人間たちじゃないんだからなって、頼むよ頼むよって言うんですよ。何にも分かんない私だから、うんうんって育ったんです。その都度頼むよ頼むよって言えば、うんうんって、それで育ったその何にも、それあの昔たち薪なくて困ってんでねえかとか、秋かぼちゃ運んでやったけな、馬車で運んでやったけ、今運んでやったけなと思うとね、なんだかもうアイヌのイチャルバもしてない、カムネムもしない自分に気づいていくわけですね。そんなのでなんか牛と背中バン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 叩かれるなってくるのは精神病なんですよね、私多分そういうんだったの。まあ無理して33歳で働きすぎてあの難病になるんですがね、やっぱり早死に、子供を二十歳になるまで生かしてください生かしてくださいって祈ってたんですが、早死にする前にアイヌにあのせめて東京の近くでいるアイヌとイチャルバやりたいなと、先祖供養やりたいなと思うようになった。それで、まあ、その思いが募ってアイヌよ手をつなごうって呼びかけたのが1972年の2月4日の新聞の、まさかね社会問題を訴えたつもりなかった。それほど知識あるわけじゃないから、私社会に対するそんな知識あるわけじゃないから、社会問題になると思わないのが落とし穴で、それがこういうふうに社会問題になって、なって切ってみたら、今度はアイヌは何人か集まってくれたけども、アイヌのことで何か政策みたいなのやろうっていろいろ集まってやる。アイヌのとこ行くたびに怒られて、ほいでも貴様何も分かんなくてにはやったってみたいでね、それでも怒られながらでも会を作ってですねやったんだけどもね、東京で65年もいたわけですよ。それだけどね、あそこでまとまらなかったわかってはたわってのここへ来てわかったね。ここでいれば何時間に帰れって言わなくてもいられるでしょ。あっちじゃね、1時間2時間の会議やったらもう時間ですって、やっとそこまであの汽車賃とか電車賃でバス代かかって集まるとこ来ても、もうそれで帰って話し合うこともできない。
その繰り返しですよ、関東っていうところは。みんな一日いくらかの仕事をして、こう集まって、時々集まって買い物しろという、あの生活力もないわけです。そういうところで何十年いたってまとまらないって、あんた理想だけ言ってるっていう感じで、そういう人たちが都会で苦労してるわけです。でまあやり場ないから人の悪口ばっかり言うのがアイヌだって言うけど、もうそれはやむを得なかったなかと思いますね、ここへ来てみたら。だってここへ来てみたらね、まあ白老町とかこっちに海あり、こっちに山あり大地ありでね、春になったら草が生えてきます。草取ってトッピングしてお身をつけに入れるっていう、まあ、そんなことする人いないと思うけども、私ら子供の時にやったような生活がやろうと思えばできるわけですよね。それがない、都会のコンクリートの上で一日働かなきゃ 何万もそれ家賃払っていけない、そういうアイヌがほとんどです。お金残してるってことほとんどできないっていう状況の中でいるって、その中で私何十年もいたんだって。北海道アイヌと交流しても、あの関東のアイヌにはお前ら勝手に行ったんだからって言う言葉しか返ってこない。勝手に行ったわけじゃない、生活できないから行くわけですよ、みんな。それなのにあんまり北海道のアイヌはね、歓迎してくれないんですよ。こっち来てきたメリットっていうのは、やっぱり来てよかったと。それでそのまあ今も、あ、ババいるかって言ってね、来るんです。でね、そのババって昔、もしと関東でババって言ったのならこにゃろって感じで、てめえ俺だって名前くらいあんだって言えるんだけど、今ババって言われて嬉しくてしょうがない。はい、ババですって言う。それほどね、なんかこっち来たら素直に受け止めて、ああいうのにババって言われたいって、そんな風な、もう反転ですよね、考え方の。そうすると、こう心が溶けると、ああいうの同士が、愛しい部分で、アイヌの愛しい部分でつながっていける。途中すいません、ちょっとお話ししながら少しずつお出しさせていただきましたが、今日あのご用意させていただいたのは浜よもぎ茶、はい、浜よもぎ茶、今静江さんが毎日体のためにと飲んでいるお茶ですね。白老で採れたやつですよね。はい、白老で採れた浜、これを煮出してお茶にしました。そしてこれはラタスケップです。北海道が畑になっちゃって、先ほどおっしゃって畑になっちゃって、その山にあったそういう、まあ、山菜とか薬になるものとかっていうのが、まあ、今でも山に行けば少しあるのかなっていうふうにはイメージするんですけど、こういう町場にそういうのってありますか？ありすぎ。ありすぎ。ああ、やっぱそうなんですね。そういうのもあれですね、なんか知りたいなっていう。あのね、後ろのポンペさんがね、はい、木のね、はい、皮を剥いてきてくれた。それでね、あの私ね、目やにがね、ドロドロと出てた。うーん、だからね、目やに止まった。うーん、で体で実験してるからまあそういうのが止める力がこの目の周りにありますって、現実に。まあ、いろんなこと先住民だから試してこられたと思うんです。長い時間かかって何が毒で何が薬だったのね。それがまあ先住民の知恵というかね、それを生かしていくのがアイヌ学の人たちですから、アイヌもこれからあの勉強して大学行くアイヌもいっぱいいます。その中で気づいてですね、気づいてアイヌのそういうものを開発し、一人するアイヌがいれば、すごい人が出てくるってことですね。毎月このようにシマフクロウの家でいろんな会を催していきたいなと思っておりまして、で来月は後ろにいらっしゃいます山野先生、石井ポンペさんの秋の野のお勉強会を、勉強しててまたいただくと、最後にはおいしい会を考えております。10月22日を予定して今準備を進めております。また詳しくホームページにも記載をいたしますので、また見ていただければなと。あと年末にはペナペパナペさんもお呼びしたいななっていうお笑いの会も考えておりますので、はい、チェックしてみてください。